スモールスイスハウンドは、スイス原産の単足のセントハウンド犬種である。ドイツ語では、シュバイゼリシャー・ニーダー・ラウフ・フントという、ニーダー・ラウフ・フントとは、小さい嗅覚ハウンドという意味である。毛色や毛のタイプによって、4つのバラエティに分けられている。スモールスイスハウンドは、スイスハウンドの足を短くした犬種である。19世紀末から20世紀初頭のスイスでは、 狩猟区画を細かく分割する新しい制度が導入されたが、狭い狩猟区域で狩りをするには、従来のスイスハウンドは足が速すぎた。また、当時のロジカの生息数が増えていたため、瞬足の犬に追わせると鹿がパニックを起こすとして、アールガウ州、グラウビュンデン州、トゥールガウ州では、体高40センチメートル以上の猟犬の使用が禁じられた。このような事情により、 足の短いハウンドをスイスハウンドに交配することで足が遅めの猟犬が作出された。1905年にスイスダックスブラッケクラブが発足した。1954年に国際畜犬連盟に公認された。地域限定の希少種でほぼすべての犬が原産地で事業犬として使われている。オスは 体高35から43センチメートル、メスは33から40センチメートルを理想とする小型の猟犬である。スイスハウンドより小型ながら山岳地帯での猟に適した身体能力として強靭でスタミナがあり大きく歌うような吠え声を持つ。耳は長めの垂れ耳をは飾り毛のない垂れを。性格は忠実で従順、勇敢である。 スモールスイスハウンドは、スイスハウンドと同じく、毛色と紐のタイプによって、一家の4種に分けられている。これらはすべてスイスの地方の名前を冠したもので、元々の出身地を示している。なお、デズモンド・モリスはこれらを、バーニーズ・バセット、ジュラ・バセット、ルテルン・バセット、シュビーツ・バセットと紹介している。運動量は普通で、かかりやすい病気は、 追間板ヘルニアや関節疾患などがある。ありがとうございます。